こんにちは、モノモースです。今日はちょっと深刻な話をしようと思います。それは、福島第一原発の処理水の海洋放出について、この問題、皆さんはどう思っていますかまず、ニュースの概要からお伝えしますね。ジャーナリストの松原浩二氏が指摘したことによると、福島第一原発の処理水は、普通の原発が海に流すものとは全く違う水なんです。なぜなら、この処理水にはトリチウムだけでなく、セシウムやストロンチウムなど、他の放射性物質も含まれている可能性があるからです。さて、ここで私の意見をお述べさせていただきます。 私は、松原氏が指摘したように政府がトリチウムだけに焦点を当て、他の放射性物質については目を逸らしているように見えることに大いに同意します。これは、我々市民に対する情報の透明性を欠いていると感じます。そして、私が一番強調したいのは松原氏が提唱した他の放射性物質についても、安全なら安全だ、と積極的に説明し、データを解除することです。これは、政府や関連機関が我々市民に対して行うべき最低限の責任だと思います。最後に、私たち一人一人がこの問題について不く感が、自分に 自身で情報をを得ることとの大切さを伝えたいと思い思ます私たちの生活環境そして未来のために一緒に考え行動しましょうそれでは今日はこの辺りで次回もお楽しみにモノモースでした